コンサドーレイズム。第4節を終えた明治安田 J1 は1週間のブレイク。その間も宮の沢には選手たちの元気な声が響き渡る。小樽出身菅大樹選手も笑顔の奥で熱い熱い闘志を燃やす。超攻撃的サッカーっていう風にミシャさんのサッカーはそういうスタイルなのに、まだ4試合終えて1得点しかできてないっていうところも、この段階でも危機感を持ちながらやる必要はあるなっていうふうには自分の中で思ってます、はい、全てを切り替えてのリスタート。先日3日間のオフを利用し向かった先は、横浜で福森選手と会わせていただきました。福さんと会ったらやっぱり元気は出ますね。やっぱ左サイドで組んだりしてたんで、連れて帰ってこようかなと思ったんですけど。次の相手は去年のリーグ覇者ヴィッセル神戸。コンサドーレにとって2024年の初勝利は特別な意味を持つ。まあ、タクマ君のためだけじゃないですけど、まあ、そういうのあんま気にするタイプじゃないですけど、僕は。でもやっぱ早く勝たせてあげたいですね、はい、さあ今こそ全道一丸、ここから駆け上がろう、はい。